アルマグルックは、ルーマニア出身のソプラノ歌手、ユダヤ系。ドイツで活動した後、アメリカ合衆国に移住、オペラ歌手として花々しい成功を遂げた。レオポルト・アウアモンカの、名バイオリニストエフレムジン・バリストと結婚し、二次をうけ、内臓疾患により救出するまで穏やかな、家庭生活を築いた。息子に、テレビ俳優のエフレムジン・バリスト・ジュニア、孫に、 女優のステファニー・ジン・バリストがいる。グルックはルーマニア王国のブカレストでユダヤ人の家族の下で生まれた。グルックは若い頃にアメリカ合衆国へ移り住み、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で最初の成功をつかみ、レコーディングアーティストとしてアメリカ内を広く演奏会を開いた。グルックが録音したレコード懐かしのバージニアは、 クラシック音楽家としては初めてとなる100万枚以上のセールスを記録した。グルックの娘である女優のマーシャダ・ベンポートは、初婚の相手である司会との子供である。グルックは後に、バイオリニストのエフレム・ジンバリストと再婚し、エフレム・ジンバリスト・ジュニアら二人の子供を設けた。グルックは、1925年に家族とコネチカット州、ニューハートフォードで過ごしてメイン退した。 グルックは自分が民族的にユダヤ人であると思い続けていたが、米国性交会に夫のエフレムと引き付けられているのを感じ、定期的に家族でニューハートフォードの教会へ行くようになった。エフレムジュニアらはそこで洗礼を受け、夫婦はニューハンプシャー州のボーリングスクールに資金を提供した。エフレムジュニアは福音主義のサークルで活動し、後に トリニティ放送ネットワークの創設者の一人となった。グルックは、ルイーズ・ホーマーとのデュエットで、賛美歌の、千歳の祝よ、希望の囁き、懐かしくも浮かぶ思い、我が魂を愛するイエスよなどを録音した。アルマグルックは、ニューヨークで肝不全のため54歳で死去した。ありがとうございます。